ドラえもん見てたんですよ。私ドラえもんの映画をね、最近ずっと見てるんですよ。ご飯食べてる時とかによく食べてる、めっちゃよく見てるんですけど、全部泣いてる、全部泣いてる、全部の映画泣いてる。さっきもね見てたんですけど、もうドラえもん感動すぎない？だからね、スタンドバイミーやっけ、何だったっけ、なんとかバイミーみたいなやつあるじゃないですか、映画の。あれ見たいんですけど、ちょっと怖いじゃん、なんかちょっといけないっていうか。なんか結構久しぶりですよね、ショールーム。どうですか、変わってないですか？変わってないと思う、何も。何も見たっていうと、ドラえもんのね、南極カチコチ大冒険もうすごい泣いたし、あとね、ネットフリにない、まだ出てないよ、あとね、バウワンコみたいなやつを見てて、人魚大回戦とかね見たんですよ。のび太の大魔教なんていうの見たんですけど、もう全部泣いてる、なんか感動する、めちゃくちゃ感動する。あ、そうだね、ミーハヤ、私奥原クイズっていうのを作って、ひなっこクイズ結構面白かったです。結構面白かった。なんかクイズでも、なんかクイズ考えるのめちゃくちゃ大変で、なんかそう結構大変だったクイズ考えるの。今からさ、できる人やろうよ、あの普通のクイズ、普通のクイズできる人いるかな。今からじゃあ番号を言うので入ってください。いや風でドラえもん見て号泣してて、ミーハヤの番号は31013です。でも頭ね、いい人が来るとちょっとつまんないよね、すべてその人取られちゃうから。だからちょっとポイントは31013です。ショールーム見ながらでもいいんで、間違えた、ショールーム聞きながら、あ、ピッお願いします。だから今ね、ショールーム
聞いてる見てる方しか多分入ってないってことでしょう。31013、オクタンってしてる。31013。まあでも途中からも入れるから、まあ入りたくなったら来てください。31013です。ってことで、とりあえず行ってみようかな。泣いてる、そう、さっき、まあ、ほんとさっき、ついさっきショールーム始める前まで泣いてた。では C ランク、ちょっと頭いい人はちょっとあんまり押さないようにお願いします。よーいどん。全然わかんない。あ、カッコン島知ってるぞ、それ飲んだことあるぞ。待て待て、これさ、鬼滅の刃のやつしか出てこないんだけど、知らな、水の呼吸とかしか出てこない。みはや31013です。入りたい方、お、え、うわうわ、一寸法師かと思った。一級か、なになになに、なになになに、みはや31013です。え、みんなすごい。え、そんなさ、台の呼び方みたいなのあるの？え、サッカー台っていうの？例えばミハやって、今ミハやってない人わかんないですよね。めん、わかんないよ。ね、フランス語とか知らないよ。あ、キャベツ。みんな頭いい。あ、これはいけるわ。え、やっと、今やっと一問正解できた。見合いやってます今。いや、わかんない、全然わかんない。
うわあ、徳川家康、なんか徳川なんかいろんな名前があるからさ、徳川までは分かってたけど、あ、なんだっけ、ん、うわ、この前やったのに、この前っていうか前に赤堀先生のとこでやったのに、今ね、ミーハヤしてるんです。31013だよ。え、うち成功した、これやった。ねえ、これさ、頭の悪さとか結構多分あれだよね。わかんない、今日は何を食べましたか、ショールームをご覧の皆さん。あ、うぐいす嬢って言うね。あら、なんだっけこれ、ちょっとどういうこと。なんか本当にドラえもんの映画を今全制覇しようと思ってて、ネットフリックスでね。ねえ、そう、一般常識系だと思う。で、その、あ、終わった、そのね、ね、難しいでしょ、ミハヤ。でもこれをやってるとなんか頭良くなりそうっていうか。ね、これ本当に難しい。びっくりしちゃうよね。多分2問くらいしか正解してない。今日は久しぶりにショールームやったんですけど、なんかでも特に私は何も変わってないかな。特になんかそんな、なんか珍しいことがあったわけでも、珍しいことあったわけでもなく、なんかいつも通りだったんですけども、でもそうですね、そんないつも通り。皆さんは今日何食べた？今日何食べた？最近私ファミマに売ってる干し芋がめっちゃ好きなんですよ。干し芋ね、おうちね、なんかめっちゃ話、私話多い人だからあれなんだけどさ、丸顔、めっちゃ丸顔じゃない？やだ、めっちゃ丸顔。鍋、そば、カレーライス、焼き鳥、焼肉。おお、いいね。私は豆腐の
豆腐をね、今いちご食べてる。いいん、あ、いちごこの間食べた、とちおとめだっけ、ちょっと何だったかわかんないんですけど、豆腐をパラパラにして、でこうやって入れるじゃん。その上に、あの、なんだっけ、もやし、でめっちゃ美味しかった。キムチも食べたし、あとね、最近早寝早起きができてて、そうなんです、早寝早起きを、なんかでも最近って言っても2日前ぐらいなんですけど、2日前くらいから早寝早起きするようにしてます。明日お誕生日、もうちょっとじゃん。じゃあ8時1234、あと4時間後誕生日じゃん。じゃあちょっと早いけど、お誕生日おめでとう。これはちょっとあれですね、ちょっとフライングですけど、フライングの中では私が一番早いんじゃないかな。そんなことないかな。あいみたん、でその早寝早起きはするようにしてて、で最近でも早寝って言っても、まあ寝るの1時とか12時半とか1時なんですけど、でも私にとっては早いと思ってて、私いつも結構3時とか4時寝る人なので、その私にとっては12時半とか1時に寝てても、あの、そう、早い方だし、で起きるのが、でも私だって早いなでも朝起きるのが7時半とかなんですよ。すごくないですか。ここ最近って言ってもまあ2日前だけど、ずっと7時半くらいに起きてる気がする。今日も7時半に起きたんだけど、でも今日はちょっとだけ眠たくて、10分15分くらい寝てたけど、でもそれでも7時半ぐらいに起きて、で携帯かまってたんですけど、なんかいつ前に寝てて、でもそれでも8時15分ぐらいに起きて、そうなんです。でそっから最近、あの、朝に白湯を飲むといいみたいなの聞いたので、白湯を飲んでます。朝、私冷え性なんですよ。でまあ、結構前に調べた時に、なんか冷え性、白湯を飲んだらいいみたいな書いてあったので、なんか、あ、そういえば前書いてあったなと思って、これもまあ3日前2日前ぐらいからずっと飲むようにしてる。でもそしたら結構冷え性改善されて、なんか足とか全然冷たくなくなるけど、でも朝なんか食事中に飲んでる人もいるらしくて、白湯を。私朝だけしか飲んでないんですけど、なんか夜とかになるともう普通に足とか冷たくなっちゃうから、夜も飲んだ方がいいのかなと思ってますね。一番最初のおめでとうが変な子やった、一番最初だった、だって。でこの間もそう、結構最近健康的な生活、まあ寝るのちょっと遅いかもしれないけど、まあ私にとって早いから、結構健康的な生活してて、それこそ納豆とか豆腐、冷ややっことか、ひじきとか、お味噌汁とか食べるようにしてます。白湯ってお湯とは違う、なんかお湯が沸騰して、なんか多分鍋とかやかんで作るかなとか、まあいろんな作り方があるかもしれないんですけど、一回沸騰したお湯を10分間弱火にして、それを何、人肌よりちょっと熱いところで、あ、人肌よりちょっと上の温度ぐらいで、なんか10分ぐらいかけて飲むのがいいらしくて、だからまあお湯
いや、まあ、お湯を飲んでると一緒ですね、まあ、実質お湯です。それはね、まあ今日は多分3日目ぐらいなんですけど、飲むようにしています。結構元気です。だ今日もご飯をさっきね、さっきって言っても多分7時半ぐらいにはもう食べ、7時半ぐらいにはもう食べ終わってたご飯をね。でこっからもう何も食べずに寝ます。1時半までにはご飯お済ませしましたので。あとね、朝はヨーグルト食べるようにしてる。筋トレはね、お風呂入る前にしてる。今日ドボン、ね、今する？ドボン、じゃあ待って、ドボン配信、あ、やばい、ドボン独り占め、すごい、あれだった、棒読み。ドッパーン独り占め、なんか多分これちょっと声上げてるんですよ。でもそれにしてもちょっと声が低すぎるって言ってた、声棒読みすぎると言っても。じゃあ今からやろう。じゃあ無限時計見ますね。何分だったらいけるかな、みんな。55秒はいける？30分55秒、ちょっと間に合わない？あ、これちょっと遅れてるかもだからやめよう。じゃあ40分12秒にしよう。40分12秒、あ、間違えた。ちょっと待って、31分12秒、待って待って、やばいやばい、バカが出た。31分12秒、やばい、31分12秒、間に合わないかな。一回やってみるね。じゃあ今の普通に、今のはしっくりました。来る、中、さあ、あん、誰もいない。私のファンの方誰もいなかった。ね、40分は間違えた。30の次が40だと思ってた、バカだから。姉さん間に合わないよね。ドボンしたい。あれ遅い。あーん、変えられた。終わりだ。対戦終わった。みんなじゃあ終わったら教えて、対戦。対戦終わったら教えて。ちょっとね、今ね、お腹いっぱい、さっきご飯食べた感じ、眠い。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃう。終わった？
じゃあやりましょう。じゃあ34分12。34分12ね。最近料理を頑張ってます。まあやってないんですけど、料理を頑張りたいです。やっぱり女性なんで、女子なので、なんか作ってみたいな、いろいろ。来るよ。34分12。3。もうちょい。え、ちょっと待って。いない。なんで？それとも私のファンの方はいない？私がちょっと遅いのかな？でも無限時計のアプリだから合ってるはずなんだよね。なんでだろう。こっちはひなこオールスターズ。なんでだろう。多分私がちょっと遅いのかな。ちょっと遅いかも。もうちょっとあれするね。ちゃんとぴったりにするね。ちゃんとぴったりにするねって言っても、ちゃんとぴったりにやってるんですよ。終わった。早い。あ、終わった。終わった。教えて。終わった。オッケー。じゃあ37分、次は22。37分の22でお願いします。おー、めっちゃコメント来る。ひなこのグラビアまだですかって。22だよ。気をつけてね。22。今度こそ。あ、今の絶対いけた。あ、一人いた。私のファンの方、みーさん、友達いる。ドボン中。みーさん、
終わった。早くない？早みんな。こっちはまだ終わりそうないですね。まだね、終わらない。お願い。終わったということで、次みーさんに当たりました。次はね、40分12。です。あと1分後、1分ありますけど、私はこのショールームが終わったらお風呂をためて、ためてる間に筋トレをして、寝ます。歯磨きして寝ます。もうね、すでにお風呂最近めっちゃ長く入っちゃう。だからミーハヤの時もね、入ってたの。だから問題にあったでしょ。あの、今お風呂でしょう、今お風呂でしょうかみたいな。あ、来るよ。あ、ちょっと待って、見えない。今私が出てきて、かなさん、かなさんに当たりました。でも一人だけ、また一人だけ。 あれなのかな、なんか一人ずつ当たっていくパターンなのかな、これ。多分一人ずつ当たっていくのかな。さっきはみーさんで、今回はかなさん。なかなかみんなに、なんか全員に当たることはない。お願い。あーわあ、全員の推し、え、なんか俺かな、私だけちょっと昔、あ、でもそんなことないか、当たってるもんね。おかしいな。終わった？待ってね。あ、ドボン来た。ドボン来た。今回間違えた。何見て、無限時計ってやつでやってます。じゃあ次、43分12。43分12。次は当たるかな。当たるかな。さあどうだ。全員、なんか全員に当たるといいな。まだ大丈夫ですか、ハートとか。43分12だよ、もうなっちゃう。お願い。
あの誰もいないってことありますか？おらんね。ちょっと何でかな。あ、終わった。しかもドボン。やった。打ち終わったからみんなが終わったらやろう。今ドボンして勝った。すごくない？早くない？終わった。みんなが終わったらやろう。終わった。じゃあ次は45分45分45分45。そう、4545です。覚えやすい。あと20秒ぐらい。あと10秒。さあどうでしょうか。当たるのでしょうか。来た。ちょっと待って。え？あれれ。こんな合わないことある？え、こんな合わないことありますかね？また全員の、え、なんでなんで？うちはおかしい。終わった。早くない？終わるの。無限時計がずれてるのかな。逆にみんな何の時計でやってるの。あ、終わった。ドボンされちゃった。でもいつもこれでやって当たってるんだけどな。JST？ 航空会社みたい。空港会社みたい。ん？なんかいろんなのが出てきてわかんないんだけど、どんなアイコン？あ、でも無限使ってる人いる。じゃあいいのか。合ってるんじゃない？無理？あ、ほんとだ。じゃあいい、大丈夫だ。じゃあ次48分45。48分45。
おばあちゃん。あとちょっとだよ。超えてたんじゃない？ねえねえ、なんで？合わない。全然合わない。やっぱおかしい、壊れてる？うちがおかしいよね、多分。じゃあその JST ってやつ入れた方がいいかな、やっぱり。うちのみんなの無限時計合ってるかなけど、うちの無限時計が合ってるかがわからないってことかな。ヒノシェパウ。え？なんで？あ、もしかしてこの今対戦してる中でショールーム見てくださってる方がいるとか？見てる人はヒーナのカードをセットして言いました。ドボーン。あ、無限時計あれなんだ、全員違うの？じゃあ入れる。え、アプリじゃないの JST って。ちょっと待って。どっちかも。なんで調べればいいんだったっけ。うちがおかしい。あ、電波時計だ。で、どれを押せばいいの？ああ、日本標準時。じゃあもうこれで一回やってみるね、じゃあ。ってことは次は53分15。間違えた、53分12。53分12で。あ、今見たらずれてる、日本標準時とあれ無限時計。なんか秒数ずれてる、時間は一緒だけど。だからか。で、うち何分って言ったっけ。53分12だっけ。あ、50、あ、書いてくれてる方いた。来るよ。あ、ちょっと遅れたかも。あ、会えた会えた、二人に会えました。
かなさんとともおさん、ともおくん会えた、すごい。じゃあこれで多分今からみんなに会えるんじゃない？そんでもってカード全然いいのない。まだ大丈夫ですか？ハート。ハート大丈夫？ね、終わるの早くない？いつも。あ、ドボンされてるので終わりました。じゃあ次は大丈夫かな、みんな終わった？みんな終わった？まだまだ終わってない、あんまり。最近小屋行動やってない、やりたい。ハートなくなっちゃった。キャー、それは悲しい。私が最初からこの標準時で やっとけばよかったね。しくっちゃいました。今別のメンバーの上入ってるからたくさんある。私が最初からちゃんとあれしとけばよかったな。しくりました。まあとりあえずやりましょう。56分45。56分45。あとちょっと、あ、おお、すごい。あ、一人だけ会いました。春夏秋冬パッカーンさんです。春夏秋冬パッカーンさん似合いました。うーん、ヒーナのときめき持ってる、会ったことあるみたい。終わった、早い。あ、終わったの早いね、みんな。私はまだです。
パラダイスの道のりは厳しい。そうですね、まあ、ずっとしーちゃんとやってたんです。やってた2日ぐらいかけてやったんですよ。なんで私こんなに会えないんだろう。なんかあれかな、やっぱ無限時計はずれてた。私なんかびっくりしちゃった。標準の時計とはずれてた。メンバーって最初からパラダイスなの？パラダイス自分のは持ってますけど、他のメンバーのは持ってない。あとね、服止めもあれ、自分のパラダイスはね持ってた気がする。覚えてないんだけど。次は8時の45です。あ、9時だった。9時の45です。しくった。いつもなんか時間狂ってるな。9時の40。うわ、なんかすごいあれ来てるよ。ベッドタイム来てるよ、9時だから。いるじゃん。さっき会えないって言ってた。さっき会えないって言ってたら会えた。これベッドタイムしてるから勝ちたいな。じゃあ最後一回にしようかな。最後一回、まだ終わってないんだけどね。カッチーさん、あとたくさんありがとうございます。終わった。終わりました。
ので次は4分12。最後ですよ。4分12、会えないね。4分12。お、3人空いたよ。多分私のファンの方いる。やったー、全員私のファンの方。会えました。会えない人もいたよね。おお、上がっていきましたね。終わった。最初の方ドボン全然会えなくて、でも私がおかしかったんですけど、終わりました。当たったかな、当たってない方もいるよね。いなこのファンの答えた。本当？なんかあれですね、ドボンね、もっとみんなとやりたい。あれかな、じゃあ、あ、でもみんあれハートって何時間経ったらたまるんですか。あ、1時間なんだ。じゃあ今から、11時半ぐらいにもう一回やるかも。で、私またその時はまたあのインターネットで調べた時間のやつで見ますね。11時半ぐらいにじゃあまた集合7号号に書きます、あの時間。そういうことでよろしいでしょうか。11時半ならまだ多分起きてると思う。もしガチで眠たかったら、でも今からお風呂入るから多分目が覚めちゃうので、あの眠くなる、やばいって本当にならないと思うけど、やばいってなったら言いますね。なので755で見ててください。ということでランキング見ます。13位ともおくん、ありがとうございます。12位マジックさん、ありがとうございます。11位あいみ、ありがとうございます。10位かなさん、ともくひなこしさん、ありがとうございます。9位めししさん、ありがとうございます。8位ダブルワー、ともくひなこしさん、ありがとうございます。7位おいどんさん、ありがとうございます。6位プッチーニさん、ありがとうございます。5位ひらっぴアットマークひなこしさん、ありがとうございます。4位ゆきたん、ありがとうございます。3位やさやりやっちごアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。2位にゃんこアットマークひなこしさん、ありがとうございます。
そして1位は元気くんでした。元気くんありがとうございます。元気くんありがとうございます。ということで11時半に755集合でお願いします。また後で当たりますように。私はネットの時間を見るね。バイバイ。またねー。